北勢線は、三重県桑名市の西桑名駅から、三重県稲部市の挙木駅までを結ぶ三木鉄道の鉄道路線である。日本では、数少なくなった一般的な営業を行う 762mm 期間のナローゲージの鉄道路線の一つである。路線は1914年、大山田ソ原間 14.5km に、軽便鉄道として開業した。 戦時統合などによる運営主体の変更を複数回経て近畿日本鉄道の路線となっていたが累積赤字により近鉄が廃止の意向を打ち出したため2003年4月1日から10年間の地元自治体の支援を条件として参議鉄道が運営を継承したなお支援はその後3年ごとに更新されている挙木駅を後に 桑名へ向かう列車必修時間帯は、西桑名駅上げ駅間の列車と、西桑名駅蘇原駅間の列車がほぼ交互に運行されており、1時間あたりに宿穴駅、蘇原駅間は2本、蘇原駅上げ駅間は1本運行されている。このほか西桑名駅東稲駅、大泉駅間に、区間運転列車が設定されており、多い時間帯では1時間に4本運転されている。 列車はすべてワンマン運転を行っている。三義鉄道の運営になって以来、リニューアル工事の進捗に合わせて、ダイヤ改正が実施され、本数の増加、所要時間の短縮が行われている。2005年3月26日ダイヤ改正以前については、表中の、当院を、北大社に読み替える。北勢線と三義線は、稲部川の左岸、右岸にほぼ並行しているが、 かつては北西線の輸送量が参議院線に比べて圧倒的に多かった。これは北西線沿線の人口が多く開発が進んでいること、起点駅の規模の差によるものである。ところが北西線の輸送量は1975年以降減少し続け、近年は参議院線輸送量の6から7割程度まで落ち込んだ。参議院線では 近鉄都大駅への乗り入れ、列車のスピードアップ、車両の冷房化、パークアンドライド、キスアンドライド施設の拡充、などが実施されているのに対し、北税線では、このような施策が実施されてこなかった結果といえる。北税線では、近鉄時代の1977から78年に、新車導入、信号自動化、ATS 新設、 西桑名駅移転などの大規模な近代化工事が実施されたが、輸送量は下げ止まらなかった。賛義鉄道移管後、列車のスピードアップ、車両の冷房化、パークライド施設の拡充などの実施により、輸送量は2005年度以降は概ね上昇傾向に転じている。北勢線の輸送量の推移を可表に記す。2012年度以降、 鉄道統計年報においては、参議選と合算されているため、代わりに、桑名市の資料を用いる。1965年度以降の最高値を赤色の枠で、最低値を青色の枠で囲んで表記している。2011年度までの北税線の営業成績を、下表に記す。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した、年度以降の最低値を青色で、 最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。運輸増収には福利厚生施設収入を含む。以前は北税線前線に並行する路線バスがあり、北税線よりも路線バスの方が所要時間が短く運転本数も多かった。三義鉄道による運営となって以降、北税線では高速化及び増発。 最終列車の時刻繰り下げが行われる一方で、路線バスは、現便、最終便の時刻繰り上げ、マスオ駅前経由便の廃止等が行われた。三義鉄道運行によるバス路線が廃止された現在は、桑名星川伊勢の各区間、桑名西別所間で並行バス路線が設定されている。また、バス路線の廃止により公共交通手段が失われた地域も存在する。 表中、休日とは、土日祝日、年末年始を、平日とは、休日以外の日を言う。2019年10月1日現在、1909年に京弁鉄道法が交付されると、稲部川沿線の拡張村間に、鉄道敷設の機運が高まった。1912年には、富田京弁鉄道との免許取得合戦に勝ち、 北前鉄道株式会社が設立された。3年の年月をかけて、1914年に、大山田蘇原間 14.5km を開業したのを皮切りに、1915年には、桑名町大山田間 0.7km が、1916年には、蘇原阿げ木東間 4.6km が開業した。一方、近隣の藤原学に算出する。 石灰岩及びセメントを運搬するために、鉄道の敷設が計画される。三義鉄道の前身である、稲部鉄道が、当時の北杖鉄道線が利用できないか調査を行ったが、同線は到底大量貨物輸送には適さないとの調査結果を受け、稲部川対岸に、三義鉄道線の建設が行われることとなる。挙木東挙木間については、山間の険しい位置にあり、 南高寺が予想されたため着工できず、同区間は無賃の自動車で運行された。1931年六国挙期間 1.4km が開業し、同時に全線が電化された。これは、稲部川の対岸で、三義鉄道が富田東藤原間を開業する、わずか15日前であった。北勢鉄道線と三義鉄道線は、 稲部川を挟んで並行する形となったが、北勢鉄道線は、立地条件の良さもあって三義鉄道線に比べ、圧倒的に多い旅客輸送量を記録した。1934年に、北勢鉄道は、北勢電気鉄道に社名を改めた。1940年に、陸運動制令が交付され、1942年に、三重県下自動車輸送業及び、鉄。 軌道運送事業の合併が、閣議決定された。その後、幾多の変遷を経て、県内の北勢電気鉄道、桑名電気、三義鉄道、三重鉄道、阿能鉄道、松阪電気鉄道、新都交通、島電気鉄道と、乗り合い自動車業者は合併されることとなった。しかし、北勢電気鉄道は、合併による損失が多大であること、三義鉄道は、 貨物輸送が主体で、乗り合い自動車の兼業がないことを理由に統合に反対した。検討局及び合併関係業者の協議会では、貨物輸送が主体の産技鉄道、廃線が前提のク名電気及び、あの鉄道の三社を除外した県内全員業者を合併する件が決定したが、相変わらず北税電気鉄道のみが反対意思を翻さなかった。 最終的に北勢電気鉄道は、三重交通に合併、統合されるが、三重交通発足時の合併条件に、格段の配慮が行われた。すなわち、北勢電気鉄道と、新都交通の株式のみを三重交通の第一種株式とすることとし、他の非合併会社の第二点三種と差をつけたのである。これは、当時の北勢電気鉄道が、他の鉄道会社と比べ、 経営状態が良かったことを物語っている。戦後、近鉄名古屋線、近鉄山田線などの幹線鉄道路線は近鉄が、北勢線、三重線、島線などの四川鉄道路線は、三重交通が運営していた。一方、バス路線はその大半を三重交通が運営していたが、 1961年に運輸営業を廃止した近鉄伊勢線の代替バスを近鉄が運営するなど、三重県内の鉄道、バス事業の運営は近鉄と三重交通が入り乱れていた。この状況を打開するため、近鉄と三重交通との間で、三重県内の鉄道路線は近鉄が、バス路線については、三重交通が一元的に運営とする基本方針がまとめられた。 これに従って、1964年に、三重交通の全額出資で、三重電気鉄道が設立され、三重交通が、鉄道事業を三重電気鉄道に分離上とした上、1965年に、近畿日本鉄道が、三重電気鉄道を合併することにより、三重県内の鉄道運営主体が、近鉄に一元化された。これにより、北税線は、近鉄の路線となった。 近鉄時代には牽引運転やタブレット閉塞の廃止、ATS や列車無線の導入、ワンマン化など徹底した近代化が行われた。廃線表明直前には技術面、保安面は他の私鉄ローカル線と同レベルに引き上げられていた。2000年に近鉄が経営改善のため北勢線の廃線を表明した。三重交通によるバスへの転換の予定だったが、 地元沿線市長では北前線が地域の公共交通として重要度が高いことを理由に鉄道として存続させる方針を確認し第三セクターでの運営等を検討した。その後2002年に近鉄が国土交通省に対して北前線の事業廃止届を提出し北前線の廃止時期が確定した。地元沿線市長では 第三セクターによる運営では、機関の設立が、路線廃止までに間に合わないこと、及び鉄道運営のノウハウもないことから、近隣の三義鉄道に対して、北税線の運営を依頼した。これに対して、三義鉄道は、北税線を延命存続するのではなく、リニューアルして、運行を引き継ぐという方針で、北税線の運行継承を決定した。 北税線の参義鉄道での運営スキームとして、沿線市長は、近鉄からの北税線鉄道用地取得費の、沿線市長負担分、10年間の運営資金として55億円を、拠出する近鉄は、鉄道用地を優勝で、沿線市長に、鉄道施設を無償で、参義鉄道に譲渡することとした。この結果、北勢線の鉄道用地は、沿線市長の所有となり、 鉄道の運行、運営及および鉄道施設と車両の所有を、賛義鉄道が行うこととなった。これは、沿線市長が、鉄道設備の所有、維持管理までは行わないことから、一般に言う、上下分離方式には当たらない。ここで特筆すべきは、リニューアル計画で、新駅設置や、曲線改良工事等を行う場合、工事費用は、賛義鉄道側の負担となるが、 土地取得に要する費用は、沿線市長の負担となる点である。こうして2003年4月1日に、近鉄が、三義鉄道に、北税線鉄道事業を譲渡し、三義鉄道による北税線の運営が開始された。これは、鉄道事業法施行後発の民間事業者間での、鉄道事業上渡譲り受けのケースとなった。現在では、現業を行う職員については、 三義鉄道による北税線の運営開始以前からの三義の社員に交代、北税線鉄道事業の上渡譲り受けと同時に、近鉄の社員が三義に転籍、三義鉄道による北税線の運営が開始以後に三義の社員として新規採用の3方式で賄われているが、近鉄から三義に転籍した社員は定年退職等で減少しつつある。沿線市長の支援は、 暫定的に2013年度から3年、2016年度から3年、それぞれ延長されている。この北税線の上と譲り受けの形態及び運営スキームは、後の南海岸川線から、和歌山電鉄への鉄道事業上と譲り受けの場合でも採用された。北税線が、三義鉄道の運営になって以来、 三疑鉄道が立案した北税線リニューアル計画によって駅の廃止、統廃合が進められた。新駅及び季節駅の一部についてはキスアンドライドやパークアンドライドの推進を図るため無料駐車場や駅前ロータリーが整備された。全駅、信号場三重県に所在。括弧きの駅は廃止駅。駅間キロは現存する駅及び信号場間の 値を示す。廃止駅の廃止年は、休止期間があった場合、休止年を記載している。北大社変電所7編成24両の車両が在籍する。現在、すべての車両が高速化改造工事を施され、冷房化改造工事が引き続き進行している。近鉄時代から編成に番号が付されている。なお三重交通、近鉄時代の形式は、 制御電動車、制御車、付随車が、それぞれ、も、く、さだったが、冷房化、高速化改造編成から、三議線と同じ、雲派区派左葉に改められている。雲派の形式記号を使用している JR 以外の、鉄道事業者は少ない。各編成は、電動車の270系と、付随車である、それ以外の形式によって蘇生される。 あげき方西桑名縫製、制御装置、電、電動発電機、イ、静止型インバータ、空、空気圧縮機、レ冷,冷房装置北西線の活性化を図るため、以下の4つの事業が進められている。北税千円線の名所、名産、電車を題材にした駅スタンプが、西桑名駅、東院駅、上げき駅に設置されている。西桑名駅では7里の私跡と浜栗と、 電車、東院駅では稲部神社と、電車、あげき駅では、駅舎と紫陽花が描かれている。ありがとうございます。